てか全然関係ない話だけど。はあ。ん？5月のさ7日ぐらいに。うん。5月の7日。パロメータあるじゃん。あああるね。やってないからマジでやべえ。やってないからもう声はやらなきゃ。どんどん声が遠くなって。追われてるやつの心境が。後ろにのけずのけぞってんだなっていうのがわかる。ん 全くやってないっす。もう、やばいっすね、ああいう。なんか、久しぶりじゃないオフライン的なイベント。まあ、ね、確かに。うん、<ー>そういうの場でやるんだったら、と思いつつ、最近やってなかったからやべえな、やらんと。最近やってなかった結構。全然てない。一週間ぐらい。ああ、そうなの一週間ぐらいかな、言うて。あれ、なんか一日になったね。 そうそうそう。いや、もともと、まあ、なんか、言うて2、二日目なんかやるって感じじゃなかったっぽいよね。あ,あそうなんだ。うん、なんか別に何もやらんかったっぽいよ。へ<ー>とりあえず行くみたいな感じだったらしいけど。へえ<ー>。分けた方がいいんじゃないかって俺は思って、正直はっきり言った。分けていいんじゃないですかみたいな、<laughs> はっきりと。<laughs> プロの人はプロの人で、しっかり二日目フォーカス合わせた方がいいんじゃないかなっていう。俺は適当なことばっかり言うから。 それが通ったのかしら、その一言は通ってしまったのかもしれないけど。<laughs> だから一日で悪い言ってるのはよくない。まあね、はっきりしてて。ね会場どこだっけ。なんだっけ、なんか国際展示場かなんかの近くじゃなかったっけ。秋明けガーデンランチ。スーパー,リーナ。<laughs> ええ? <laughs> な<あ>。なわけあるい。全然違うでしょ。<laughs> ーしい <laughs> ガーデンシアターじゃなかったっけ。ガーデンシアター。シ なんか、有明かなんかの右下の海のところじゃないか何ライブでもすんのかよ。わかんねえから、言われても俺わかんないからな。でもなんか、え、でもなんかライブでも、ライブしかやらないような会場じゃなかった。あ、そうなのマジうん、作りがもうライブだったよ、完全に。え、東京ガーデンシアターあ、かななんか、ステージがあって、なんかあの、急な、なんつうのうん、結構やばいぞ。画像あるけど。サッカーみたいなさ。 サッカーの一部で。そう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 。え結構すごくないもういかにもライブやる想定で作りましたみたいな場所で。<laughs> そうだね。え、すごくない普通に。ここで。8000人ぐらい入るんでしょ ?8 分、ね。え、ここ本当に8000入るのあマックス収容8000だから、うあのまあ、どういう会場の作り方にするかで収容人数変わるけど。6000ぐらいなんじゃない6000しか入れない想定だったら、多分残りの2000はなんか。 そのカメラとかで潰すんじゃないかな席は。うん、へぇでも6000だったらすごいな。すごいよ。そんな規模の冬場俺出たことないわ。ないね。その、TGS とか以外だったら。ああ。つもないかも。うん、分かれてるからさ、結構ブースごとに。6000って。TGS とかってさ、ざっくりしてるじゃん。うん。うん、で、なんか、レポートみたいなの見たことあるけど、なんか、おおよそ何人ぐらい来ましたみたいな。そう。 ああまどっからどこまで人数としてカウントしてんだろうなーって思っただとかだし、ね。何人ぐらいこれ入ったんだろう。完売したって聞いたよ。ああ、そうなんだ。うんしかも速攻売れたらしい。どっちも電話も出ても。ええー。海の上じゃん。もう有明だから海の上だよ。地震 <laughs> 来たら一番最初に沈む場所だよ。<laughs> 何の想定 <laughs> 埋め立て地か、これ、完全に。確かに、8000人静かにしないと、暴れたら、ちょっと地面沈む。<laughs> なわけやるかいい。怖い、こ <laughs> んだけもろいんだよ。<laughs> そ,<う> <laughs> そんな会場ないでしょ、さすがに。ディズニーランドめっちゃ近いじゃん。てか、これ、あれか。TGS の近くか。完全<ょ>に。はい、あ、そうなんだ。 あんまり土地勘ないからな、俺こっちらへん TG さんの会場からディズニーアンド見えるもんね見えないか見えるよねいや見えるよね、めっちゃ近いよねホテルから見なかったっけあ、違うわ俺勘違いしてるわ、なんかとえいや、わからんえあ、なんとか臨海公園あるじゃんなんとか臨海公園行ったことあるじゃん行ったねなんだっけ臨海公園ってああサッカーしてましたかちょっと BBQ のとこだよ なんか俺、海外から帰ってきてそのまま行かなかったっけ、俺。そう,そう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 。そマジでハード。えぇ、ー、すごすごなんか久しぶりだなぁ、こういうのやんの。えー、楽しみだな,なんかシンプルに楽しみだ俺。 そうだね。楽しみだからこそ、ちょっと、練習、うん、しよう。嫌 <laughs> な思い出にならないように。あー週間ぶりに来ました、ってさ。6, 人の前でって。いくら、エキシビジョンマッチとはいえ、0キル20デースとかで帰ってくる嫌でしょう。<laughs> それはトラウマになるだろうな。<laughs> しかもなんかレベル高いしな。高い,高いね。高いね。だこの話、 最初に聞いたときに、<う>めちゃくちゃ、バロやタロミみモチベー上がったんだけど、<う>話聞いてからもう1ヶ月経ってるから、だ <laughs> んだん薄れてきた。<laughs> だちょっと、やる気が <laughs>。最初にちょっと走りすぎた <laughs>。<laughs> <laughs> 息切れ起こしたうだ。今週のことダイヤ行くぞって言いながら、これのこと頭にあったから、<う>楽しみだなってやってたんだけど、走りすぎたわ。<laughs> 息切れすぎ、ね、た。 いやいやるまだまだ1週間あるから大丈夫。<laughs> 宿題やってないやつみたいになってるじゃん。まだ1週間あるから大丈夫って。<laughs> まだ遊べるみたいな。<laughs> まだまだいける。ただこれフェードとかもだってもう出てんじゃん今。ああ、俺フェード使いますよ。<laughs> うわー、フェードやばいな <laughs> 研究してるぜだ。チームは今日まだこれ決まってないのねまったく。 当日決まるんじゃないのなんかね、当日、なんかノリで決めるみたいなこと書いてなかったっけノリって書いてあった気なんか、なんかそうだよね。うん、だってでも、あ、それランダムとか言ってるけどさ、<laughs> 多少ルール決めしないととんでもないバランスになる <laughs> まあ、むごいことになるか能性そ,、ね、それも含めてなんじゃないきっと。 こう、組み合わせによったらレベル差つくよい正直。だってね、そもそもレディアント3人じゃないっけああ、やば三 !3 人の時点でちょっとおかしいんだよな。キス。そがちょっと強い。なんだっけマザーさんとモンキーと、あと誰だっけジャスパーさん。あ、じゃあそう、ャスあー。だから、バランスがね、かなり際どい。それがだって3人ね、集まっちゃったらね、多分、うん。処刑モード入るかもしれん。でも2人は絶対くっつくから、 いやー、レディアンツはマジぶっ壊せるからな。やっぱり <laughs> ど、どんぐらいあんだろうな。まあ、ダイヤからすると、ダイヤさん、イモータルあたりはもうかなりの壁を感じる。イモータル、行ってるぜからするとど、どんぐらいの壁があるのイモータル、触ったぜからすると、レディアンツはどのぐらいの壁があるのうーん。 なんか、イメージピンとこないんだよな。ゴールドとダイヤぐらい多分違う。ゴールドとダイヤ、うん、ゴールドとダイヤってのはな、ダイヤ。<laughs> <laughs> 違う、ゴールド正直ついんだよ。<laughs> <laughs> ゴールド正直ついんだよな。<laughs> ゴールドとダイヤか。<ー>まあゴールドとダイヤって言われると、うん、調子によってワンチャンありそうなイメージなんだけど、本当にそれあ、まあ調子によっては全然殺せることはあるんじゃない はいはいはい。あじゃあ。あ<ー> <laughs> じゃあ本当 <laughs> じゃあ <laughs> 的確なんだ。まあまあ。エーペックスでいうマスタータッチとプレゼター,ーって、多分、うん、シルバーとダイヤぐらいの違いあるじゃん。イメージ的に。す<ー>り合わしたいんだけど、そこまではない。いや、俺なん、俺、えどうだろうわかんねシルバーがわかんね <laughs> 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 まあ確かに、わかんないシルバー。でも、バロンのゴールドは普通に強い。<laughs> 普通に強い、うん